ヤクート自治ソビエト社会主義共和国は、ソビエト連邦のロシアソビエト連邦社会主義共和国の自治共和国。簡略に、ヤクート・アスルとも。サハジンは13世紀に中央アジアからやってきたとされ、12世紀の伝承的な王がこの地に、サハの国を建てたとしている。この地域は、極東と北東アジアの攻略のための支援と引き換えに、ロシアツァーリ国に自主的に参加した。先住民族は、サハ人、チュクチ、ユカギール人、ドルガン人、エベンキ、エベンなどであった。ロシア内戦中は、白軍の影響下にあったが、赤軍がこの地を占領すると、元あったヤクーツク州を取り除き1922年4月27日に、サハ人の自治共和国を設置した。これは、ソ連初期に行われた、コレニザーツや政策の一つであった。しかし、名前に自治と入っており、法的な自治の根拠は整えられたが、実際には、モスクワから派遣された政治家が政治を行い、自治とは言えないような状況であった。面積は310万3200平方キロメートルであり、1926年には28万9000人が居住していた。首都はヤクーツク。気候は厳しく、冬は摂氏-50度以下に落ち込んだ。ヤクーツクは面積が広くモスクワ時間との差が+6、+7、+8時間になる3つの範囲を覆っていた。また、人口密度はソ連邦でも最も低いレベルであった。ヤクート・アスルは石油の埋蔵と精油で知られ、その他にも石炭、金、ダイヤモンド、錫、大理石、岩塩、天然ガスなど豊富な鉱物資源があり、アルダンの金鉱など開発の簡単なものは早くから採掘が始まっていた。石油とガスの埋蔵地帯は南西のほとんどの部分を覆っており、大規模なガスの濃縮物、石油ガス田が集中している。豊かな天然資源を持つため、ヤクートの工業は原料の生産と濃縮に集中した。交通インフラが足りていないことが人口の少ないこの地域の発展を妨げていた。陸路の不十分な代わりに、重要な交通に水路があり、最も重要な川は、レナ川であった。北極圏近くのダイヤモンド鉱山大粛清や、その他の粛清行為で流刑の地となったことや、金鉱山の開発のための移住から、人口は徐々に拡大した。また、鉱物資源を新しく開発するために、シベリア送りとなった労働者が、強制労働に就かされた。また、これらによってこの地域には、ロシア人が多く住むようになった。1931年では、人口のうち、ヤクートが 81.6%、エベンキ 4.6%、その他 3.4% で、ロシア人は 10.4% だった。1960年代には多数派民族が入れ替わり始め、1989年には、人口が4倍。近い109万4000人に達している。1950年代には国内西部に大規模なダイヤモンド鉱山が、1960年代には南部にウラン鉱脈が見つかった。1974年から1987年にかけては12回地下核実験を行っている。ヤクート・アスルはソ連崩壊に伴って1990年9月27日に廃止され、ヤクートサハソビエト社会主義共和国に名前を変え、さらにその後は、サハ共和国に変化している。ありがとうございます。